新立川飛行機 R-52R-52 は日本の新立川飛行機が製作した練習機。戦後初の国産航空機である。第二次世界大戦で敗北した日本は連合国軍最高司令官総司令部によって軍民一切の航空機の開発と生産が禁止された。1952年にサンフランシスコ講和条約が発効し、 日本の独立が回復するとともに、航空機開発も解禁された。終戦まで活動していた立川飛行機は1949年11月15日に、企業再建整備法により、立飛企業と立飛行業とに分割されたが、校舎は現在の新立川飛行機に改名していた。新法人となって、最初に制作したのが R-52 であり、 1952年9月17日に練習機である R-52 の初飛行に成功した。なお同機は戦後に民間航空機として登録された。レシプロ単発機としては通算15番目であったが、日本国産機としては最初のものであった。同形式は初号機のみで量産されることはなかった。R-52 は後日の改良後、 読売新聞社に売却。1954年には R-53 とともに全国の都市を訪問飛行する企画に用いられた。その後は東京都の玉川河川実機にあった読売玉川飛行場で全日本学生航空連盟の飛行練習やグライダー栄光などに使用されていた。1959年7月9日にエンジントラブルのため藤井。 大破したため登録抹消された。R-52 自体は戦前の立川航空機が試作していた R-38 練習機を参考に設計されたもので解放座席を持つ基金混合ハフ張りのパラソル主翼の福崎であり、当時の対空性証明基準も戦前に制定されたものに準拠していた。そのため戦前の航空機を再生産したとも言える。 古い設計の機体であった。材料も工場に残されていた残存資材を集めたものであり、エンジンも連合国からの接収から免れ、東京工業大学に保存されていた東京ガス電気工業が開発した蛍光空気用の神風空冷星型7気筒レシプロエンジンを再生利用した。同期は立ち飛行と命名され、後にエンジンは ライカミングを -290D に換装され、プロペラも可変ピッチプロペラに改良された。新立川飛行機 R-53、新立川飛行機は R-52 の改良型として R-53 を1954年7月に完成させた。基本的な設計は変わらなかったが、エンジンをイギリス製のブラックバーンシラスメジャー3に換装するなど、 幾分改良が加えられた。同期は全日本学生飛行連盟に対応され、日本一周飛行に参加したい空性の高さを示したが、購入先は現れなかった。そのため航空大学校に寄贈されたが、練習機として運用するには、古典的な機体であったため、1957年に新立川に返却、立川市にある新立川の倉庫で骨組みが、 剥き出しの状態で非公開のまま保存が続けられてきた。新立川は2013年にエンジン部品の製造部門を廃止することとなったため、過去の資料として残すために修復作業に着手。2014年4月17日から同月20日までの間、立川市の立日リアルエステート南地区12号棟で一般公開が行われた。R-52R-53 ありがとうございます。